ジ君、みんな呼んでるよ。牧村、出番。これ、使って。使って。どうかした？そう。それでは参りましょうか、お兄様。
知らない？体育祭の後の職員会議があるんだけど、瀬渡先生姿が見えなくて。そう、ありがとう。ごめんなさいね、時間取らせちゃって。
で思い出したんですか？そこまで。現実のお兄様は死んではいません。ただずっと眠っているだけなんです。ここはお兄様の世界なんです。そうです、お兄様の記憶とイメージが作った世界なんです。私にもよくわかりません。最初はお兄様の夢の世界だったと思います。でももう別のものになっています。もう一つの現実。そうです、私も水木さんも現実の世界にいます。その記憶が元になってここにいます。でも私も多分水木さんも望んでこの世界に来ました。お兄様に帰ってきて欲しかったから。はい、それは。私も水木さんもお兄様にはゆっくり思い出してもらって、それで帰ってもらえばいい、そう思ってました。それがお兄様のために一番いいって、そう思ってました。だけど時間が。あの白い男です。知りません。この世界がお兄様の夢からもう一つの現実に変わったと申し上げましたよね。私にも確信はありませんけど、多分それはある人の力なんだと思います。夢をもう一つの現実に変える力。あの人はそれを使命にしている人なんだと思います。だけどあの怪物は、白い男はその逆なんです。人のお兄様の生んだ現実を食べに来た。本当なんです、信じてください。兄様もここで見たでしょ、あの存在しないもの。あの存在しないもの、場所があの白い男に食べられた跡なんです。証拠なんです。様の心そのものがあいつの餌みたいなものですから。でも
グズグズしていたら、永遠にあいつに取り込まれて、もう二度と現実の世界に戻れなくなります。仕方ないんです。もう時間がないから。本当に深刻な事態なんです。こうなったら一刻も早くここから逃げ出すこと、現実の世界に戻ること、それが最良の策です。話聞いた？お願い、牧村くん、一緒に橋を渡ろう。ううん、私とでなくてもいい。伊木さん、静野さんとでいいから橋を渡って。ここではそういうルールだから。急いで。はーい。ああ、橋作っちゃいやんの？あの女、マジでうざったい。もっと早く消しちゃえばよかったよ。イエーイ！あ、なんだよ。なんで怒ってんの？警告はしたよね、僕。あの女もバカだよね。この夢の世界で君らと楽しく暮らせばいいのに。
君が自分じゃなくて他の女のことが好きだって知っててあんなことすんだもん。あ、すごいかわいそう。ああ、言っとくけどまだペナルティ全部終わってないよ。っていうか次がメインかな。じゃねー。お兄様、大丈夫ですか？どこに行くんですか、お兄様？待ってください、お兄様。とにかく、落ち着いてください。白い男はこの世界、つまりお兄様のイメージを餌にしています。だから一番恐れているのは、はい、そうです。だからお兄様を目覚めさせる可能性がある存在、それを憎み恐れています。私や水木さんや、それに美琴先生やかのかさん、現実の世界に存在していた人間たちです。お兄様、イメージして。橋のイメージです。あいつが橋を消そうとしてます。だからそれに負けないように橋のイメージを。
よかった。思ったより元気そうだね。わかってるから言わなくていい。私これで帰るね。学校早く来られるようになるといいね。悪そうな後頭部の男子に話しかけるなんて絶対無理。君の親戚でしずのちゃんっているでしょ。あの子しずのちゃんのクラスメートなんだって。でしずのちゃんの情報を君に伝えてください。お父さんの家に閉じ込められてるんだって。ひどいよね。江戸時代じゃないんだから。
お兄様、怪我はもうすっかりいいんですね。よかった。私この部屋にいる間ずっと気にしてました。決心がなかなかできなくて、そうしているうちにあの白い男や大変なことが起きて、それもこれも結局は私の優柔不断が招いたことで、私なんだかお兄様に顔向けできない気がして、全部自分の勝手な願いのために、お兄様、私、シズノ、何を話している？誰かいるのか？お父様です。
んだ、誰かと思ったらお前か。いや、驚かせてすまなかった。ちょっと訳があってな。それより見舞いにも行かなくて悪かった。どうだ具合は。そうか、そりゃあよかった。ああそうか、それでわざわざ挨拶に。それだけはダメだ。たとえ親戚だろうが隕石だろうが、今しずのは誰にも会わんのだ。ダメと言ったらダメだ。誰かと思ったら、まさかお前がしずのをさらおうとしていたとは。さらう気がなかったらどうして忍び込んだりしたんだ。いいじゃないですか、もう勘弁してあげても。上白拓海君だ。キズノの言い名付けの。おじさん、それは違いますよ。正式に言うなら許嫁予定者というところでしょう。you
いや、実はね、静野さんをさらおうとしている奴がいるって、そう聞いたもんだから。いや、静野さんを誘拐しようと企んでいたのはあなただったんですか。しかし僕は君の存在全く知りませんでした。圭介おじさん、本当にいいんでしょうか。僕が静野さんと婚約してしまって。何を言ってるんだ匠君。こんな子供の言うこと何を本気にして。親戚だからっていい気になって絵描きのせがれなんぞに八木家の娘を渡すわけが。なんだ、またつまらない口答えを。お前というやつは好きだのなんだのそんなセリフを抜け抜けと。おじさん、匠君。今話を聞いた限りでは彼の方に利がある。僕はそう思いますよ。君いきなりなんてこと。落ち着いてよく考えてください。彼が言うように我々の仕事は神にお仕えし人々を救うことです。これ間違っていますか。いや、その通りだが。であれば我々の都合だけで静野さんや彼を不幸にしていいはずがない。君を静野さんに会わせよう。その上で静野さんに決めてもらおうじゃないか。僕はそれがいいと思う。
今急に静野さんを渡すのが惜しくなった。いや、なんでもない。それより、僕には今困ってることが一つある。おじさん、年の割には力が強い。羽がいじめにしていられるのもあと少しだと思うんだ。だから、早く逃げてくれ。大丈夫。君たちがいない間に何とか説得しておくから。約束するよ。たくみさん、ありがとうございます。行きましょう、お兄様。どうしてそんな優しい言葉くれ。